っぱこの辺一帯はこれから取り壊しですね。ちょっとファンプジャンの方行ってみましょう。もうすぐそこがあの川ですね。なんかここ週末なんか歩行街になる場所あるんですね。オフィスビルですね。ファンプジャンがあってもうすぐ向こうが上海ジョンシンのビルが見えてるんですけど、ここはレンミングですね。あー今天天気非常熱、もう今日は本当暑いですね。これ日陰にいないと暑くて、しかもこう巨大な人民財産保険の人民保険のビル、人民財産保険だと思ったけど PICC 人民保険。すごいでかいビルがいっぱいあるんですけど、ちょっと行くとああいうまだこれから取り壊しですよね。ボンタングーっていうんですね。これなんか左が公園みたいになってる、公園なんかな、バス乗り場か。いやーもう夏ですね、暑いです。このセミの鳴き声が聞こえる通り完全に夏です。これだけどこの道どうやって渡ればいいんでしょうかね。信号あんのかな。あ、向こうに信号あるか。あとはだいぶ向こうにはあるけど、こっちの左の方が近いですね。ちょっと川のとこ行ってみましょう。あんま暑いから行きたくないけど、せっかくなんで。ここはジョンシャンドンアールですね。ジョンシャンドンアール。なんか最近ちょっと昼と夜逆転し始めてるんですけど、まあちょっとこういう風に外歩くとですね、結構リセットされるんでいいですね。あ、ルジャビの方の景色も見えるんですけど、ちょっとこの木があるんで、木の向こうですね、川のとこ行けば景色見れるかなと思います。私は今日あれですね、カレーを食べましたね。ヒーロー、ハンバーグカレー。皆さん何食べたでしょうか教えてください。特に意味はないんですけど、単純にコミュニケーション取るためです。
バスのターミナルみたいな感じですかね。ちょっと走ってきます。信号変わりました。この真ん中でちょっとあそこに警察官とかいっぱいいるんで、さすがに突っ切っていけないです。もうすぐそこがあれですね、湧いたんですね。もう初回のとこが見えてますね。だからここ南京東路からこう湧いたまで歩いて、この川沿いずっと来ても多分すぐですね。そう、夜はよく歩いたんですけど、昼間来るの初めてですね。こんな風にあれですね、花が綺麗に植えてますね。多分ですけど、この方向行くと4円だと思うんですよね。 この辺ぐらいかな、ていうか信号赤なんですけど、これいいの？でも渡ってますよね。そうか、こっちはまだ赤なんですね。ちょうど左折する車があるから、まあやっぱちゃんと信号守りましょう。ここの階段登っていくともう川のとこに行けますね。この本当夏は1時間とか歩くのはちょっと無理ですね。こんな風にですね、川の向こうにルージャーズイが見えてきます。観光客ですね、あれ。旗持って。連れて行く人も大変ですよね。人いっぱい、人数数えて。これ遊覧船がここ乗り場、遊覧船乗り場のところですね。こんな感じでありますね。ちょっと待ってくださいね、写真撮ります。
まあこんな感じですね。向こうカフェとかあんのかな。地図がありますね。あのそこのマンションすごいですね。いい場所。このマンション。この下あれ閉まってますね。これさすがにここ乗り越えていったら怒られそうですね。あ、船のあれかチケット売り場か。店とかここないっすね。さっきの立ち退きのところ私ちょっと喋らなかったな。ちょっと黙ってですね、なんだろうってちょっとみんなに不思議に思わせようと思ってやりました。特に意味はないんですけど。気がしたんですけどね。違ってたかな。なんか平和ですね。お、ここなんか店ありますね。トイレ行きたいんで、ここでトイレ探しに。これでも行ったらダメなんですかね。どうやって、じゃあ下に、あっち階段あるわ。
これ地下まだ下もあるんですね。結構こう横に長いですね。これは何なんでしょう。ちょっともう一個下行ってみましょう。結構広いですね、さっき地図見た通り。これ道の下地下になってるんですね、さっき渡った。めっちゃ広いですね。しかもここ涼しいです。店なんもないですね、ここ。さっきのビルのとこになんかつながってそうな感じですね。うん、あ、つながってますね。あ、じゃああの暑い中道渡らなくてよかったですね。こっちがでもスタバとかなんかあるんかな。ラッキンコーヒーがなんか書いてるな。行ってきます。ここなんていう場所なんですかね。 BFC って書いてますね。あ、さっき看板出たところですね。歩行街になるっていうところ。まあ歩行街というかここに店がいろいろ並ぶんでしょうね。向こうがバンプージャンのところですね。おお、これなんかチンタオビールここで飲めるようになってるんですね。まあ、ビール飲む人はいいんでしょうけど、私ビール飲まないんで。なんかカフェみたいなのないのかな。そんな暑くないですね、ここのビルの間の影にいると。全然カフェないんですけど。ここカフェかな、レストラン。あそこなんかカフェありますね。どこのカフェにしようかな。他 なさそうですもんね。そこのカフェ行きましょう。普通にラテとかあるでしょ。
座るとこもう一応空いてますね。咖啡小一点。嗯，好。哦，咖啡很小。ちょっと座っときましょう。コーヒーちょっと見せてさ、なんかわざわざ分けて持ってきてくれましたね。これいいっすね、自分で調整できるんで。これぐらいでいいっすね、ちょっとで。これでも結構かかりますね、これ。